はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタウンホール11の動画を見ていきたいと思うんですけど、今回の攻めっていうのは両方とも空飛を含んでいるんですが、片一方は陸、片一方は空がメインっていう風になっていて、で陸の方で今回は全開が取れている。で残念ながら空の攻めでは全開が取れなかったんですけど、じゃあねこれ何が違うのっていうところをちょっと本日は中心的に解説していきたいというふうに思います。まずね、前回取れたのがこのマサさんで、先日はクイヒーからのディガーラッシュですね。結構ねすごいことをするんですが、ここの区画にここクイーンを入れていくんですよ。で IT だったり防衛軍、相手のアチャクイを処理していこうという考えなんですが、きっちりねここってウィストのダメージも通んないし、アチャクイがね大砲のダメージを集めてくれていれば、まあ、ウォールブレーカーを比較的入れやすいので、その面を狙ったっていう考え方はすごい上手いですよね。もうさすがだなと思うんですけど、で、そのままどんどん中に入っていって、で、相手の、イーグルと、あとインフェルノタワー、あとは防衛援軍だったりクロスボウっていう、まあ、主要な防衛施設って言われるところを、片っ端から狙っていきます。こんな形ですね。で、ここはもうね、あの IT にアーターゲられてしまったら、フリーズを選んでる時間もないんで、もうまずはトームで抑えるっていうのはありだと思いますね。で、今のトームじゃないか、フリーズの前にフロップ打ったんですね。で、抑えていくと。で、そこからね、相手の防衛軍とアチャクイがいて、かなり火力高いんで、ヒールを打ってからのレイジで焼いていくんですが、これねちょっとレイジの位置がね、あのもう少し後ろだったら、というかそもそもこのヒーラーがおでんについてるのがあれっていう感じなんですけどね。これでアチャクイがやられてしまうんですが、ここからね陸パート、ディガーパート始まります。こうバスターに、先導されるようにして、どんどん後ろからボーラーとあとディガーがメインでね入っていくんですけども、このね、クイヒーやられた後のヒーラーがディガーにこうついていってますよね。こうなることによってヒーラーが無駄になってないのが分かりますね。でこうすると、ディガーが意外と伸びます。で、今ねあのトームを使ったところら辺でディガーが割れましたけど、片一方のディガーにはヒーラー、片一方のディガーにはこうボーラーがついてますん でどっちもねかなりまだ火力を残して2つに割れたものの、攻撃が成立していますね。こうなってくるとそれぞれがもう単独で各、区画の施設をこう壊していってくれますので、あとはもうこのままね勢いに任せて全開という形になります。やっぱりねあのクイヒーを使った時一番のリスクっていうのはあのクイーンがまあやられちゃうっていうことですよね。まあ、今回そうだったんですけど、でやられた後のヒーラーって、まあ、1体あたりのコストを考えると全然無駄にできない、まあ、高価なユニットじゃないですか。これを、まあ、最悪別のところで活用できたのが今回の攻めです。素晴らしかったですね。で残念ながらねあの取れなかったのがスミさんで、あのスミさんも先言っときますと全然上手い方で、あのこの12番失敗しますけど、あの13番きっちり全開取ってますんでね、あの決してあの技術がないとかそんなわけなくて、あのこのリプレイ見てもらっていけば、あすごい計算してるなっていうのが分かると思います。なんですが取れなかったっていうのは、多分私のまあ主観ですけど、主力のパートを空にしちゃったからでしょうね。5体ヒーラーがいるんですが、まあ、先言っちゃうとアチャク以外やられます。でその後ヒーラーが全部やられちゃいます。ここが、結果をね大きく分けたポイントだったんじゃないかなっていうふうに思います。で、スミさんのアタックは、こちらのね5次面からアチャクイを出していって、きっちりねここもバルーンを出してからヒーラーを出すっていう、この黒、風船対策も完璧ですね。でちょっとここねあの残念なことに壁がうまくいいタイミングで開かなくって、クイーンがもう先にどんどん進んじゃったんですけども、こんな風にね、まあ、そこのリカバリーとしてすぐねベビドラを出していって、このアチャタを潰すとかね、こういう判断ナイスですよね。で、クイーンにダメージが集まるところで、たまらずここはクロークを使って、ダメージを回避しながら、レイジ、クイヒーで押していきます。当然インフィノタワーは、ね、止められないんで、もうフリーズを使うしかないですね。フリーズ使ってもうダメージをキャンセルして、さらに2個フリーズを使ってこれ止めていきます。
これ多分ねプランミスってここにあの食い火を入れたかったんでしょうけど、それにしてもここからの挽回がお見事ですよね。いや素晴らしいなというところなんですけども、であとは、ここにね引き受けを出していってレイジからの、クローンで、バルーンを増やして一気にこの区画を破壊していきます。まあ、こうしている間に残念ながらねこのライドラ、まあ、のイーグルのダメージが入ったところにライドラが来ちゃったんで、それであのクイーンがこうやられちゃったんですけど、これによってねヒーラーがもう何もしないでこう打たれてるじゃないですか。こっちは一応ソラパートがこう進んでいって結構いいところまで行くんですよ。でこのババキンも多分狙い通りのところから出てるんですよね。出ていてラバも後ろから入れていきながらきっちりねバルーンを守っていくっていう形が出来上がってるんですけど、まあそれでもねちょっとあのヒーラーがやられすぎた、あの 14×5 だから70ユニット分枠がねあのヒーラーで使われてたんで、これ全部あの途中で全部無駄になってしまったところで、ユニットの火力が足りずにね最後押し切れなかったと、まあ、いうところだったのかなというふうに思います。いや惜しかったですね。あとまあこんだけっちゃこんだけなんですけど、まあ、だからここに70枠分例えば、ラバとバルーンとかね、もう50枠でもいいかな、いれば全然結果は違ったっていうところを考えると、あそこでアジャクイが死んじゃったことによって、受けたデメリットの大きさが分かりますね。はい、というところでした。まあ、そのよく使われるねクイヒーラバルとか、まあ、前回戦術の、まあ、まあ決定版みたいに一時期ね、まあ、言われましたけど、私個人的にはね結構リスクの高い戦術だろうなっていうふうに思います。上手い人は決めるんですけどね、それもしっかりと。ただそれでクイヒーがやられたらもう残ったヒーラーはなすすべないので、どんだけクイヒーをね生かすことができるかにかかってるし、もしもねやられた場合のリカバリーっていうところまで見るんだったら、さっきみたいなリクミットを使ってヒーラーをスイッチさせるっていうことも、まあ、選択肢としてね視野に入れておくと、あ、すいません、いいのかもしれません。はい、というところでね、本日はタウンホール11の攻めを2つ比較させてもらいました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、これからも、継続的なご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。で、関西クラクラクラブにはねぜひお気軽にこう遊びに来てもらえたらというふうに思います。皆さんとワイワイ楽しめることを、この2019年も、我々願ってますんで、どうぞよろしくお願いします。では、本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。